どうも、群馬県住みます芸人チョッキ GT5000 です。チョッキです。今回はですね、家族で一度は訪れたい体験ツアーということで、僕がご紹介するのはこちら、みなかみ町にあります匠の里です。東京ドーム約70個分にわたる匠の里には20種類以上の体験工房がそれぞれ家として点在し、昔ながらの手法そのままに様々な手作り体験ができます。僕がまず体験させてもらったのは、8分割、そう、はい、先ほどの8分割ですね、はい、8分割ですね、はい、分割にこういった蛇腹折りで、そしたらですね、はい、三角形の感じですか、三角形、ね、もうこれ広げて、はい、はい、ああ広げずに、ああ広げずに広げて三角、ここの角を染めたものと、はい、ここに、はい、まあ、点を染めるとこういった、じゃあどこを染めるかをちょっと考えてもらっていいですか。はい、こちらに1箇所、はい、1箇所にあたり1分つけて、1箇所になります。はい、あの角、角ですか。はい、角のところ。はい、角付け。はい。はい。はい。大変ですねこれ。大変ですか。まだ10秒ですか。まだ10秒。ちょっと力の調整間違えたかもしれないです。そうですね。そう思う。はい。こっち側でちょっと。いきます。はい、はい、これはすごいわ。反対側に写真を撮って、はい、こう、はい、ちっちゃい、はい、あ、私なるほど、これで、はい、あ、すごい、すごい、すごい、あ、本当ですか、ありがとうございます、はい、うわ、これは愛着出ますね。いいですね、愛着出ました。握力と繋がった。これを見るために思い出しますね。緑色のやつなんですね。はい、これのだん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 青で変化していきます。少し枯れて、そう、横断、はい、そうです、ちょうどリップの方にお客さんなんかが多いので、はい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 、下が下がいいです、隅々になっちゃった、隅々、はい、隅々、はい、隅々、はい、うん、これ全部切れるの、全部ドワッと、ドワッともこれ行くとこがないように、はい、ここがないように、はい、完成しました。結構いい模様にできたと。続いてはこちら、テーブルのこの、ま、丸いのが、あ、これがろくろなんですね。でろくろってこれ回して作るわけだから、はい、この丸い線をね、よく見てもらう中心でね、なるほど、最後ね、縁をちょっとこうしっかりやっておくと、当て身をちゃんと揃えてあれば、自分でも作ったりしてるんだよ。当て身を揃ってやるとね、土はこうやって動いてくれる。すげえ。最初はちょっと難しいけど。BS 吉本っていうの、吉本チャンネルが開局しまして、それなんか家族で体験できる場所を紹介するっていうコーナーで、男一人でも楽しいぞっていうところを。確かにそうですね。もう無心で。どうも、吉本興業の芸人でございまして、はじめ、お手本見てたのに全然わかんないですよね。お手本見てたで、1200度30時間ぐらいかかるから、1200度30時間、それで10分間違うわけ。6秒
あ、僕もいる。もしかしたらなんですけど。あ、本当ですか。あ、初動画が終わったらこちら仕上がったものをお見せします。いや、安心したらお腹減っちゃいました。お、手打ちそば体験。わ、これあれじゃないですか、群馬県、あれですよね、はい、ハーバーの生品ぼうき、奥さんのお父さんがぼうき職人、作ってる時は店でも売ってたんですけど、名前を教えてください。はい、チョッキー友則と申します。はい、お蕎麦作ります。はい、私がね、お湯入れますので、はい、かき混ぜてくださいね。あ、わかりました。もういきますよ、はい、もうこのまま、そうです、そうです、どんどん、もうこんな感じで、もうこういうまんべんなく入れましょう。はい、かぶらないで、もうサラサラ。はい、あ、あ、いい。もうこれで、これで終わりです。これで、全部これだけですからね。あ、本当ですか。握らないでください。この段を握らなくて。うわ、すごい。面の方を少し回転させながら、はい、平均円が広がるようにちょっとずつ平らにしてください。はい、伸ばしてみたいと思います。このボールより気持ち小さめですのでね、円形をこのぐらいまで伸ばしていただきます。棒をこちらから転がしたら落とさないでこれで止めます。面の方を少し回転させながら平均円が広がるようにちょっとずつこう伸ばしてください。今日重いですからポンポンと、はい、もう簡単に切れます。はい、で、駒板を押さえ込まないで軽く持っててください。はい、なるべく包丁は真ん中に当てます。はい、少し包丁を左に倒します。はい、でここに面の幅が 2,3 ミリ取れますので、まっすぐ切ります。その刃を動かさず少し寄せたらまた切ります。この寄せで面の幅が決まります。はい、寄せはもう感覚で覚え、うん、寄せてください。それで、早速ね、さっき手打ちしたお蕎麦をいただきに伺いたいと思います。誰が先生？千木田圭一郎さんって方が代表。あ、圭ちゃんね。はい、はい、はい。次、直田さん。はい、直田さんも92、3だと思いますよ。あ、そうそうですね。そうなんです、はい、そうなんです。お父さんがやってたから。兄さんもできるんですよ。え、あ、そうなんですね。ご利益ですけど、家はすぐ分かります。ご利益ですね。そうそうそう。そう、爆裂の奥さんの国雄さんのところで。国雄だよ。え、兄ちゃんが。兄ちゃんが国雄さん実家、あそこが。え、聞いてください。いやー、びっくりしました。本当にたまたま手打ちそば体験ができるって言うんで入ってみたんですけども、川場村でがっつりお世話になってる方のご親戚だったとは。いやー、世間って狭いもんですね。っていうか、自分で手打ちしたおそばめちゃくちゃうま GT。
いかがでしたでしょうか。いや最後びっくりしました。川場村でものすごいお世話になっている方の親戚がやられているお蕎麦屋さん行かせてもらったんですけど、パッと来てもね遊べるんですけども、計画的に何をするか決めないとですね、もう一日じゃ回りきれない、遊びきれない水上町の匠の里、皆さんも今度の休みぜひ遊びに来てください。それではチョキします。